ますよ。はい、プロレス大好き、ダッシュゴー。さあ、始まりました、始まりました。シュッ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 、はい、何なんですかこれは。いや、はい、ウォーミングアップで、ちょっとテンションがおかしいです。このところなんかこうテンションがハイテンションのものを維持してるという、そういう感じなんですけれども、はい、はい、ということで、またまたですね、再びね、この二人に来ていただきました。はい、じゃあまずは松本博之選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして田村亮選手です。はい、よろしくお願いします。ということで、今日のタイトルですね、はい、6.28、はい、ヒロヨの逆襲ということで、はい、復帰戦がね、決まりましたね。はい、松本ヒロヨ選手登場ということで、はい、復帰ですね、復帰ということで、復帰します。はい、で、田村選手も、はい、出場するということで、スペシャルということで、はい、よろしくお願いします。お送りしていただきたいと思います。はい、こちらの店に、はい、ありがとうございます。はい、ということで、ヒロヨの逆襲ですね。はい、これ QR コードもついてますね、これね。そうなんです、これ、結構いろんなところにも貼ってあって、はいはい、で貼っていただいてて、ポピッてやると、いろいろ大会の情報が載っているところにつながるので、もしあったらちょっと読んでみてほしいなと思います。これ大会のあれですか、Facebook とかにつながるんですか。実はただ私のブログにつながるんです。あ、ブログがでもブログが一番情報詰まってるので、確かに確かに、こうあれいつだっけとか、はい、まあ、いつだっけ書いてありますけど、はいろいろそういう対戦カードの情報だったりとか、はい、詳しく知りたい方はピッてやればこうつながるようになってるので、ね、見てほしいなと思います。なかなかでもこういうポスターないですよね。どうですか、新しいなんかこうね、はい、アイデアかなと思いますけどもね。そうですね、うん、やっぱりちょっと昔っぽいっていうのはこう私のこのプロレスのイメージにもちょっと通じるところがあるっていうか昔っぽいんですか。私割と今飛んだり跳ねたりする人が多いと思うんですけど、私はもう本当に見たまま分かるプロレスっていうか、いいですね。したらあれか、はい、あの復帰戦はアリーナのアリーナの水着で出てくる。そこだいぶさ昔っぽく、私まだそこまで昔から昔っぽく。あ、そうなんだ。だからもう一回ね、開催日をお伝えしましょうか。はい、はい、2015年6月の28日、はい、ね、新規版ファーストリングですね。はい、で、はい、はい、開始が18時、はい、そして会場が17時30分と、はい、ということで、行われます。はい、で、チケットの方はもう売り切れのチケットがあるんですよね。はい、そうなんです。破壊シート、まあ、最前列のシートが今ちょっとありがたいことに売り切れて、はいはい、で、S シートの方も、うん、売り切れになってます。うん、あ、残り A シート、B シートのみになってるんですが、実は今週発売の、はい、今週発売っていう、これ収録は分かんないですけど、今日がですね、6月の5日でございます。で、5日の週です。あ、はい、今週今週ですか。今週の週プロの最後のページのところにチケットのプレゼントが載ってるので、そこが S シートなんですよ。おそこも残りラスト。あ、はい、週プロからプレゼントがある。そうなんです。少しでも前で見たいって人はぜひそこから応募してもらえたらな。この動画がアップする頃にはもう余計な情報感もこれまあいいですよ、ね、でもプレゼントもあったということですね。はい、ありました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、まずはですね、はい、ね、もうこの松本博之選手がこう復帰するということで、本当に記念するね、大会なんですけども、ありがとうございます。初の自主興行ということでね。そうなんです。ね、はい、これはなんか特別なやっぱり思いありますよね。そうですね、うん、今もう、まあ、怪我をして約10ヶ月、11ヶ月間あって、うん、はい、まあ、こんだけ長期休んだっていうのが本当になくって、はい、でもやっぱりこう、うん、戻るところはやっぱりメインイベンター級、まあ、ベルトを目指すところだったりとか、はい、やっぱり今まで積み上げてきた場所に一刻も早く戻りたいっていうのがあって、はい、もうそれだったらもう自分で興行をやっても松本博之はまだ生きてるんだっていうのをドーンとこうドーンとね行きたかったので、もう気合い入れて自主興行、はい、はい、やろうと思って。やろうと、はい、でもこれもでもやっぱり自主興行っていうのは相当やっぱりリスクを抱えながらねこれやる興行じゃないですか。そうなんですね。え、だから本当にたくさんのお客さんに来てもらって、はい、ね、あの成功をさせたいですよね。はい、本当に思います。ね、はい、ということで、はい、対戦カードのね、発表をぜひ松本さんからお願いしたいんですけども。はい、ありがとうございます。はい、第一試合が、はい、スターダムから小熊選手、そして、はい、LLPWX から、はい、佐紀選手のシングルマッチ、はい、じゃあ若手同士の戦いが見たいなと思って、はい、組ませていただきました。はい、
そして第2試合が、はい、ウェーブザブングループから、はい、大畑美咲選手、はい、そして4団体所属の白井美代選手、ね、はい、そして、アイスリボンから星ハムコ選手、はい、こちらが3ウェーマッチです。3ウェーマッチ、はい、こちら大畑と白井美代、はい、実はウェーブのタッグチャンピオンなんですよ。おー、で星ハムコなんですけど、まあ、こちらはあれですね、まあ、ハムコ頑張れっていう。ハムコ頑張れと、はい、まあ、昔も私ハムコとタッグ組んでチャンピオンだったりしてて、はい、結構昔から、はい、関わりのある選手なので、はい、はい、頑張ってほしいなと思って組ませていただきました。はい、はい、そして第3試合、こちら男子のタッグ、男子のタッグマッチを組みました、ね、ここで登場します。はい、パンクラスイズムからかなりなんかこう間が来ましたけどいっぱいあるんですよ、パンクラスの中にも。そうそうそう、はい、いっぱいありますよね、はい、パンクラスイズムから河村亮選手と組んで、はい、ゼロワンから正門選手、はい、そして、対戦相手に、新北京プロレス、そうですね、張雲志龍選手と、ゼロワンからジェイソン・リー選手、はい、こちらタッグマッチを組ませていただきました。はい、普段プロレスの練習がゼロワン道場で、はい、やらせていただいてて、指導者に前出たことあると思うんですけど、そうですね、日高選手ですねに教えていただいてて、はい、まあ、今回日高選手じゃなくて、日高選手がこう愛情を持ってデビュー前から育てたジェイソンに出てもらいたい。で、まあ、その対戦相手として私のミクスドのタッグパートナーのチョウン・シリュウ選手、はいはい、で対戦相手に、もう本当に欠場中も欠場前もずっと本当にお世話になってますので出ていただく、無表情だから、無表情ですね。来てください。もうここのところとても忙しくて、はい、大変な状況のようなんですけれども、いや、ね、はい、まあでも、ね、はい、もう、はい、気合い入れてお願いします。お願いします。お願いします。で、そのパートナーに違うんですよ、まさかの選手を選んだ。そうそう、どうしてのその選手だったんですか。いや、もうこれ、ね、本当に河村さんとまさかとか並んだ姿が面白すぎて、いや、並んでないから一回も並んでないことないから、ね、本当ですか、うん、もうすっごい、もう印象考えたらこれは印象に残る。まさかの選手、超ビジュアルですからね。そうなんですよ、ビジュアル系ですね。で、河村さんもリングに上がると、うん、本当なんか野獣みたいで、いや、いい意味でですよ、はい、怒ってるまあでもなんかもうそういう風にカード決めてんの。あ、違いますよ。何、あ、まあそうなんですけど、そうでしょこれ、でも他のところでこう発表すると、男子のタッグマッチを発表すると、どよめきが起きるんですよ。悪意だな。で、悪意でみんな、それって河村さんへの嫌がらせですか。わかります悪意だな。そんなことないですよ。そこでこのカードを受けて河村さん、ちょっとコメント、はい、ぜひお願いします。ノーコメントですね。ノーコメントなんかね、何を、まあ、そのね、試合を組んでもらえるっていうのはありがたいことです、まあ、そうですね、うん、こう来たかという、こう来たかと、うん、っていう感じですね。いや、でも本当に河村さんはすごい人なんです。そのパンクラスでミドル系のチャンピオンだったりだとか、で、運動神経も抜群なので、うん、で、プロレスも最近こうプロレス界にぐんぐん来てて、そうそうそう、これからも多分そのプロレス界にぐいぐい来る選手なので、ハードル上げないでだってこれどんな選手とやるかわからないじゃないですか、まあね、これから、うんうん、だったらやっぱりこの普段なかなか関わり合うことのないようなこのカンフームーブを得意とする2人とどう交わるのかっていうのは私としてはもう本当に面白いマックスなんですよ。面白いマックスいやね、本当にね、これね、はい、パッと見だってもうこれ歴史上の人物でしょ。そう歴史上の人物、僕以外まさかど、超運知る歴史上の人物だ、うん、そうジェイソン・リーもね、やっぱりね、そうまあブルース・リーだったりね、そうはい、ねー、はい、絶対面白い、これはダンスイン、はい、太鼓判そうですよ、そうはい、そうですね、うん、楽しみ、でもまあ楽しみですよ、はい、本当に、うん、まあ、この間開講祭プロレスで ね、はいはい、ね、やらせていただいて、でプロレスのね、難しさというか奥の深さというか、うね、ただ一筋ではいかないなっていうのを感じてますけど、はい、
でもやっぱりこうもう倒すか倒されるか勝つか負けるかなんでね、うん、そういう意味で今自分のできることをね、本当にこうぶつけていきたいなと、うん、思ってますけどね。あー楽しみですね、これは本当に、ね、このね人たちの中で河村さんがどういう、ね、プロレスをやるのかっていうのはね、はい、絶対面白い、とっても楽しみですね、はい、はい、じゃあこの辺でこの辺で次に行きます。でもさ、河村さんあれですよね、これからもプロレスの試合は多分組まれていきますよね。もう決まってる試合もありますもんね。そうですね、はい、いくつか、はい、うん、何がとりあえず、うん、この日の前日21日、そう、はい、ハードヒットが昨日発表されまして、そうだ、ハードヒットだ、はい、じゃあハードヒットの宣伝はこれカードを後にちょっと宣伝しましょうか。そうですね、今ね、カード全部ここまで浮いちゃった方がいいですよ。そうはい、わ、ね、かりました、はい、じゃあ後ほどお伺い、後ほどね、ハードヒットの宣伝はします、ぜひぜひ、はい、そしてセミファイナルですね、はい、でこちらがオズアカデミーから長嶋千佳代選手、はいはい、そして、はい、ザブングループウェーブから水波亮選手、はいはい、に対戦相手としてオズの今タッグチャンピオンの、はい、フリー花月選手と二団体所属の小林加穂選手、二団体所属、はい、で今こちらの長嶋選手と水波選手が、はい、去年、私もまあ去年なんですけど、前十字靭帯断裂で手術で、二人とも今年復帰した選手なんですよ、はい、だから、うん、やっぱりその前十字靭帯断裂つながり、そうなんですよ、つながり、はい、もう結構いるんですけど、ね、はい、やっぱ膝はね、はい、そのレスラーの皆さん本当にね、いつもなんかこう やっちゃうというかね、でももう今今年復帰して結構いろんなところで試合してるのを見てて、本当に復帰前と変わらない動きを見せてというか、なんかそういうのもやっぱり一つのこう見てて勇気につながるなっていうのもあって、でまあ、今回そのオズのタッグチャンピオンと対戦してもらうっていうのはやっぱりもう、まあ、復帰前と変わらないっていうのと、さらにその欠場中に溜めた気持ちを今爆発させているところなので、ここでまた勢いを見せて上回って、切れても切れてないみたいな切れても切れてないみたいな、なんですけど人体がひどいな。この小林加穂選手はどこと二団体なの、はい、アスカプロジェクトとウェーブです。そうそう、はい、あ、ウェーブですよね、そうですね、はい、アスカとね、そうなんですね、今両方、はい、両方所属してますね、はい、うん、でまあ、ただですね、まあ2人はその長嶋選手と水波選手復帰したんですが、はい、つい先日に花月選手がですよね、試合中に眼窩底骨折をしちゃったんですよ、はい、でその復帰時期が正直まだ分かってなくって、うん、はあ、でこの試合も実はまだ分かってないボロボロじゃないですか。いやー、まあ破壊しちゃったそうですよ、破壊がついてます。人によって眼窩底骨折も治る時期が結構まちまちみたい で、その経過によっても結構変わるみたいなので、はいはい、今まだ診察経過、あ、経過観察みたいな、はい、なのでちょっと保留で、ま、保留なんですね、はい、ちょっともう1ヶ月興行切ってるのであれなんですけど、はい、ちょっと早めに、はい、決めていきたいなと思います、はいはい、そしてですね、今回その、まあ、もう私ですよ、そう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 、あれなんですけど、メインイベント、はい、私の復帰戦の対戦相手は今回、はい、JWP から中嶋ありさ選手に決まりました、はい、決まりました、はい、ここもね、いやここも本当にここもね、スタモンがありましたもんね。最初はあれなんです、木村京子選手と、ね、復帰対戦相手の予定だったんですけど、うん、木村選手もこの間、はい、手首を骨折、結構複雑骨折みたいで手術して、はい、で木村選手が 3,4 ヶ月なるほど、はい、欠場ということで、はい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 、でまあカードチェンジっていうので、まあ、今回中嶋ありさ選手に決めさせていただいて、まあその特別レフリーとして、はい、レスルワンから村山大地レフリーに今回来ていただいて、はい、ことになりました。この村山大地レフリーっていうのはどうして村山大地レフリーだったんですか、はい、私がデビューしたのが、うん、もう約もう9年前とかなんですけど、はいはい、デビュー戦をさばいていただいたのが村山さん で、伊吹時代も本当にしょっちゅう、まあ、さばいていただきながら、結構こうアドバイス的なこともいただいたりとかして、その自分 その成長過程において結構アドバイスいただいてる恩人というか、まあ、はい、方で、
でまた今回その自分の復帰戦っていうのでリスタートの意味も含めて、はい、はいはい、村山さんにお願いしました、はい。ちなみにあれですか、松本選手はデビューして何年になるんですか。はい、もうすぐ9周年です。9周年、はい、7月にデビューだったので、はい、まあもう間もなく9周年、じゃあ10周年目に入る、来年、もうすぐ来年、はい、10周年目か、あ、来年が10周年で、もうすぐ10年目に入る、10年目に入る、はい、うん、あ、10年目、じゃあ7月にデビューだから7月超えると10周年に入るわけですね。そうですね、10年目にね、はい、入ってくるわけですね、はい。じゃあこれ10周年の記念もなんかやらなきゃいけないんですか。何かまあでも形には残したいと思ってるんで、ね、ちょっとまあでももういろいろ動いてますよ。あ、本当ですか。10周年記念、10周年記念、10周年記念、はい、じゃあ、はい、あ、今ちょっとねすごいシンクロしました。はい、うちの会社スプリングフィールドは7月を超えると10年目に入るんですよ。一緒、はい、マジですか。本当ですよ。一緒じゃないですか。マジです。すごい、ここでなんかすごい、ここでやりますか。ここで10周年記念工業、はいはい、事務所壊しても壊そうみたいな。事務所壊されちゃうと10周年だわね、はいはい、ですけど10周年、いやでもね、なんか10周年で私もうちもなんかねイベント考えてました。すごいですね。そう、そう、あー面白い、すごい、なんかいいな、つながりがありますね。おー、うん、いいですね。お、いいですね。そういうの嬉しいですね。ね、嬉しいです、はい、嬉しいです。ありがとうございます。なるほど、はい。で、中島有紗選手を選んだ理由って何かあるんですか。はい、そうですね、うん、中島実は同期なんですよ。あ、同期なんですか。同期で、うん、で、そのいぶき時代とか若手時代に、ええ、まあ、ジュニアのベルトがあったんですけど、それを巡っての戦いを結構してて、まあ、昔 JD スターっていう、JD スター格闘技っていう大会があって、はい、その中でこう、ずっとリーグ戦で勝ち上がって、うん、最後決勝で戦い合ったりだとか、はい、で、あとはまあ、いぶき時代もそうやってこう、うん、割とライバル的な位置で戦い合ってて、うん、もう6年半前になるんですけど、はい、ジュニアのベルトをかけてシングルのメインイベントで戦って、うん、はい、まあ、その時は私が勝って、で、うん、そこでまあ一回離れたんですけど、はい、中島が一回辞めたんですよ、プロレスを。ですよね、一旦離れたっていう、辞めて3年間ぐらいいなくって、うん、で私はもうそのベルトは取ったけども、これからもずっと切磋琢磨していくんだろうなって思ってたけども、いなくなったから、はい、私はもうそこで終わったんですよ。なるほど、中島とは、でもまた帰ってきて、でまあちょっとあるじゃないですか、うん、あるんですけど、でも戦わなきゃいけないかな、うん、今じゃないかなと思いがずっとありながら、でも今じゃない、今じゃないみたいなのがありながらずっと過ごしてきてて、はい、でも中島が JWP に帰ってきて、うん、でシングルのチャンピオンになったりとか、はい、結果を残し始めて、ね、そうですよね。でもそのまま昔から見てる人もまあいろいろ見方あると思うんですけど、うん、で私はずっと続けてきたけど、うん、まだジュニアのベルト以来シングルのチャンピオンにはなってない、はい、でも私が中島に勝って終わってるっていうので、結構いろんな人から、そのいつやるのっていうのとかがあったりとかっていうの声も聞こえてて、でも私はまだその中島に対してはこう、なんですかね、こう自分が下だという、そのいくらチャンピオンになった結果を残しても戦いたいっていう気持ちもなかったし、自分が下だっていう気持ちもなかったんですよ、はいはい、っていう思いがあったんですけど、はい、なんですかね、うん、まあ自分が今回欠場して、はいはい、まあ、ああ、そうか、もう一回踏み出すってなった時に、もうなんですかね、自分がやっぱり、うん、そういうモヤモヤを持って行きたくない、うん、まあ、自分本位な意見ですけど、うん、まあ、やるなら今じゃないかなっていうか、うん、勝ちたいなっていう思った相手っていうか、うん、まあ結果を残したいっていうか、うん、結果を残してまたこのプロレス界で生きていきたいなって思ったので、うん、まあ、その時には中島の顔を思い浮かべたら、まあ、木村選手の時もそうだったんですけど、うん、まあもう潰してやるというか、うん、勝ちたいなっていう、そうですね、なんかそういういい試合とかっていうよりもやっぱり勝ちたいっていう、はい、はい、思って踏みました、うん、いや、あの中島有紗選手がね、こう対戦相手に浮上した時に、はい、あ、なんか私ね、はい、腑に落ちたんですよ、はい、あ、やっぱりそうなんだって思ったんですよね。
なぜか中島、この木村選手も、はい、ものすごく強い選手じゃないですか。はい、で木村選手と松本選手の戦いもすごく見たかったんですけれども、はい、残念ながら木村選手が、ね、怪我をしてしまいましたでしょ。そうですね。でその後誰来るのかなと思ってたら、いやなんか、ね、中島有紗選手がパーッと私浮かんだんですよ。発表前に。そう、発表前に浮かんだんですよ。で、はい、来たから、はい、あっと思って、はい、やっぱ待望されてたんですね。なあ、でもそういうふうに周りの人も思ってくれるっていうのは、うん、やっぱり、はい、組んでよかったなと思うし、うん、だからこそやっぱり見せなきゃいけないものもあるかなっていう思いが、はい、いやもうね、相当激しい試合になるって予想っていうか、はい、感じはしますね。はい、中島選手は容赦ないですもんね。そうですね。あのエルボーはね、ちょっといや、グーパンチですよ。あ、グーパンチ何唇切ってんすか。そうそうそう、はい、はい、まあでもそんなん切ってるから、ね、まあまあまあいいです、殴られてもいいんです。いや最後に勝てば、そう、はい、ね、最後に勝つというね、はい、いやでも楽しみですね。はい、頑張ります、ね、はい。河村さんどうですか、この、うん、松本さんと中島さんの試合ってどんな印象を持ちました、こう発表された時。あのね、俺は言えとくけど女子プロ詳しいから。え、そうなんですか。そう、河村さん詳しいですよ、めちゃ詳しいですよ。女子プロ詳しいよ、意外と。あの、言ってないだけでやって。え、そうなんですか、うん、どう思いますか。どう思いますか。ね、はあ、はい。まあでもさ、うん、もうまあ復帰戦ね、だし自分の自主工具だし、はい、相手ではまあもちろんね大事だと思いますけど、やっぱね自分ですよ、うん、自分ですよ本当に、うんうん、はい、だから僕はずっと言ってるんですよ、復帰に磨けて何か違うとこ見せなきゃダメなんじゃないのということを言ってるんですよ、ずっと。もう怪我したぐらいから言ってるんですけど、はい、なんかまあ見せてくれるんじゃないですか、うん。でもなんかあれですね、川村さんはすごくいい先輩であり、ね、いいアドバイザーであり、ね、すごくいい、ありがたいですよ、ありがたいですよね。本当にお父さんみたいな。お父さん、お父さんですって。本当困る。いろんな誤解が困る。いろんな誤解が困る。だから、まっちゃんと歩いたりとか、やっぱりね、はい、今ね、パイロドライバーもあったりするじゃないですか。一緒にいる時間長いですもんね。そう、あるんですけど、ね、もうそのたんびに僕プラカード持って歩きたいんですよ。矢印書いて、この人関係ありませんっていうの。そういうプラカード本当に持って歩きたいなってぐらい。でもあれですもんね、パンクラスもそうですし、パイルドライバーもそうですし、もう一緒にいる時間すごく長いですもんね。そうなんですよ ね、なぜかね。長い。でしかもそのね、行ってる病院も道場の目の前ですから。そう僕がいる時間とかにずっと居座ってるんですよ。たまたまリハビリの時が僕が指導をする曜日だったりとかするんで。なるほど、そう、ね、すごいやります。ねえ、はい、でもなんかね、松本さんはパイル、ファンクラスで相当厳しいトレーニングしてるんですよね。なんか鈴木みのるさんと、はい、スパーリングになって、ありがたいことね。鈴木みのる選手 のツイッターかなんかにも書いてあったんですけど、一緒に仕事、ね、その仕事をするパイルダイラーでやる、うん、なんかまあ、思いというか、そういったことも松本さんのものも書いてましたね。はい、スパーリングはきっかけで、うん、なんか認めていただいたっていう、ね、ことを書いてくださって、 で、ね、でまあ、それがきっかけで今回そのパイルドライバー原宿も一緒にやらせていただきます、ですか。パイルドライバーの話が出たところで、はい、パイルドライバーの宣伝をちょっとさせていただいていいですか。でその後、はい、あのヒットの話をね、はい、はい、そうですね、はい、4月の28日に、はい、原宿ですね、はい、原宿の京セラビルがありますけど、はい、そこの地下1階にパイルドライバー原宿っていうのをオープンしまして、はい、はい、まあ社長鈴木みのるをはじめ、はい、課長の佐藤光、二代目店長の私川村陽、はい、でバイト M、はい、こと松本陽ということで4人で今やってるんですけど、はい、大体まあ、2時から8時まで営業してるんですけど、はい、まあ、やっぱり休みはやっぱりね、4人とも都合はございますので、うん、できない日は休みっていうふうにさせていただきますので、はい、その情報他もろもろは
ツイッターのパイルドライバーの、はい、パイルドライバーのねこちらにこちら、ね、花野さんがやってくれると思います、はい、そちらで、はい、情報を得てもらえばいいそうです、ね、基本的には鈴木さんのグッズだったり佐藤さんと僕のグッズ、はいはいはい、まあ将来的にはこれそうですね両キーティーシャツこれねこれはちょっと別注カラーですけど あそうですか、はい、あパイルドライバーで売ってないんですかいや売ってるんですけど、これをカラーはちょっと特別バージョンああそうかそうかなんか違うって言ってましたね、はい、そうでまあ将来的には松本の、T シャツなども売るようにぶっ壊そう T シャツぶっ壊そう T シャツとかまあ、そういうのを売っていますので、で基本的にプロレスショップではありませんということをね強調してはいはい、はい、アパレルアパレルですね。ね、もう、アパレルと帽子とかも帽子とかも売ってますもんね。これからいろいろとまた原宿に移ったことでいろんな出会いがあったりとか、縁がありまして、もう好意的にいろんなところでやったりとか、それまだ言えないですけど、コラボしてね。まだ言えないですけどね。はい、まあそういうのもやっていく予定ですので、はい、ぜひとも一度ね、あそうそう見に来ていただきたいですね。私まだ行ってないんですけど、ぜひ伺わせていただいて、お花ありがとうございました。ありがとうございます。あとうございます。もうね、それぐらいしかできないんで、ありがとうございます。なんかインターネットでももちろん販売してるんですけど、店舗限定の商品も結構置いてあるので、あなるほど。はい、見に来てほしいなって思います。ですね。はい。はい、帽子とか、あと、エプロン持ってました。売ってます。エプロンです。だからもうなんかこう身につけるもの、はい、身につけるもの、はい、あらゆるものが置いてある。そうですね。今なんかやってないのがシューズぐらいじゃないですか。上、ね、から下まで。寝巻きとかやってるんですか。寝巻きはね、もうその人次第ですよね。その人次第。T シャツをね。寝巻きああ、ね、そうか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 。普段着をどうするか。普段着とね寝巻きとどうするかっていうね。はい、タオルもありますし。うん、はい。だからそういう意味でもですね、まあいつもリング上とは違う顔の4人がそこにいますから、はい、社長もね、社長も、はい、なんか川村さんのパイルドライバーの紹介するとき言葉遣いが変わりましたね。原宿でオープンしてございますから選んでるそうやっぱりお店の帰り瞬間的に変わりますね。すごい。いやいや、まあまあそこもね、やっぱりいろいろも僕も松本もそうですけど、やっぱりお店をやるっていうことでやっぱ学ぶべきことが多いですよ。めちゃくちゃ、うん、あやっぱりね、お客様の満足っていうのはやっぱりリングも一緒なので、ね、そういう面では本当にそうですね、勉強になってますし、ね、はい、思います。でもいろんなことがチャレンジですね。そういう意味ではチャレンジですね。ぜひね、パイルドライバー、はい、来ていただきたいと思います。はい、パイルドライバーのあれですか、連絡先とかで出しちゃダメなんですか。お願いします。ぜひ。いいですか。ぜひぜひ。電話番号とか。こちらに。こちらにね。はい、お願いします。はい、お願いします。原宿です。よろしくお願いします。あれ、パイルドライバー2号店とかって可能性あるんですかね。いや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 。あれ、なんか、そんなこと言っちゃいけないですか。やっぱり目標はでっかくですから。ですよね。はい、全国展開みたいなね。おね、すごいなぁ。出張、出張。でもそれこそ台湾とか、はい、ね、海外で。海外だって可能性ありますよね。台湾ね。台湾、ベトナム、タイ。要するに日本が好きな、はい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 、国っていっぱいありますからね。確かに。そう。そうですね。うん、台湾いい。楽しみですね。台湾いいですよ。台湾欲しい。台湾欲しいし、へえ、日本のプロレスの、その、はい、いわゆるケーブルテレビやると、日本のプロレスがもうずっと流れてますから。へえ、10周年じゃあ台湾で。台湾で何するんですか、私が。なんか、だって興行、はいはい、プロレス大好き。台湾いいな、行きたいな。うん、台湾いいです。で、日本人多いですし、台湾は。そうなんですよ。そうそうそう。行きましょう。うん、台湾いいと思いますよ。旅行旅行今乗りそんな感じですということで、はい、ハードヒットが、はいはい、あそうですね、そうそう、ハードヒットが6月の27日ですね。27日ですね、はい、場所はですね、はい、前に風になるフェスティバルが行われたあそこでやるんですか。ベイサイド横浜でやります。めっちゃいい場所ですよね、はい、場外ランドあるんですかね。海に落とされる。海に落とされる。ハードヒット場外ないですから出る人はなんか見れないですね。そう、6月27日ですね、決まりまして、はいはいはい、で対戦カードも決まってまして、もちろん自分の試合も決まっております。わあ、もう発表されてますね。はい、発表されてます。はい、はい、まあメインが佐藤光 vs 金原博光っていう。すげえ。これまた
すごい試合になりそうですね。そうですね、はい、で自分はセミで、はい、スポルティーバの、岩本選手という、はい、おグラップリングで優勝した、優勝したそうっす、チャンピオンだったっすよ。そうですね、勝った、はい、そうですよね、はい、いや、やっぱりあれですか、川村さん打撃中心でこう、そう、いやー、やばいですよ、相手グラップリング、うん、だから僕よくよくね、考えたら、ね、ずっと勝ってないんですよ。パンクラスのこの間の去年の試合から、はあはあ、ずっと負けてるんですよ。あれ佐藤さんに勝った時っていつでしたっけ。あれはもう結構前ですよ。で去年の6月にパンクラスで負けてから、ハードヒートで佐藤さんにも負けてるし、はいはいはい、でね、この間は負けてるし、うん、このグラップリング のハードヒートも負けてるし、うん、負け続けてるんで、とりあえず今回は、とりあえずもうやっぱ勝ち負けですから、はい、勝負ですから、勝ちを、はい、目標にっておかしいけど、まあ、勝ちます、うん、今回は、うん、はい、もうぜひぜひ、うん、お疲れ、もう噛みついてでもね、勝ってやりますよ。今回はあれですか、グラップリングルールとかそういうわけではないですか。そうです、今回はハードヒットルール、ハードヒットルール、はい、じゃあもう打撃もガンガン、もうそれガンガンいって、その勢いでここでまたチョウムシールド、ジェイソン・リーのですね、はい、2連戦ですからね、ガンガンいってますよ、ね、おー、はい、うわー、いいですね、いいテンションで、いいテンションでね、はい、勝ってで27日勝って28日にね、はい、いいテンションで、はい、いいテンションもらって、はい、うん、負けてこないでくださいね。それはない。よかった、やればいいから、やればいいから負けることに考えるバカいるか、まあ、そんな感じですね。そうすいません、失言でした。あとで東京ドーム張りで暮らしてます。何すかそれ。東京ドーム、さっきの東京ドーム張りですよ、やる前に。あ、東京ドーム張りだね、東京ドーム張りだね、東京ドーム張りだね、やばい、ね、もうコンチューだ。はい、ということで、はい、あと、あ、そうだ、七夕祭り、はい、ここさんだ、そういいですか、ね、ちゃんとね、この自主行為を成功させて、成功させて、その次の週には、はい、そうです、ありがとうございます。次の週にはこれですね、そうなんです、七夕祭り、湘南ひらつか七夕祭りがございます。7月の3、4、5と駅周り周辺にですね、はい、本当にもうたくさんの飾りが並ん で、はい、で屋台もたくさんあるところで、はい、その中で織姫として、うん、織姫としてね、平塚市を PR する活動をしていきます。はいはい、これ質問があるんですけど、はい、これ七夕って読めないじゃないですか、七夕って書いて。なるほど、これなんでこれこの字なんですか。インターネットで調べましょう。そういう切り返しですね。はい、みんな自分で調べた方が覚えますからね。いい質問したのに、これパッと答えられたら、ね、おおってなったのにな。あ、本当ですか。ね、本当ですね、七夕、はい、そっか、次回に続くですね、七夕だね。ねえ、これ本当にね、ですね、不思議ですよね、不思議ですね、これ七夕って言うんですね。ねえ、七夕って何なんだろう。そうですね、うん、夢のある感じが。パレードするんですよね、これ。そうなんです、ね、3日に千人踊りって言って、こう、はい、みんな千人ぐらいが連なってこう、うん、七夕踊りを踊りながらパレードするもの、うんうん、はい、七夕踊りっていうのはどういう踊りなの。あります、見るより聞くより踊るかな、七夕踊りやでででででで、あ、ちょっと盆踊りみたいな感じの、はい、そうですね、平塚市のなんか盆踊り大会とかも絶対流れる、うん、それはあれですか、もう練習してるんですか、こうやってまた今度、その練習会が、うん、練習会があって、はい、いろいろ教えやすいですよね。あるんですよ、いろいろで、この中でも、はい、オープンカーでパレードしたり、はい、これも、このポスターも平坂のいろんなところで貼ってあるので、うん、はい、はい、本当に大きい七夕祭りなので、本当に別にこの、ね、うん、パッと来てこう楽しんで帰る夏の、なんですか、もう本当に騒ぎたいって人が、はいはい、集まるお祭りなので、はい、フラッと平塚にぜひ来てほしいなと思います。はい、7月の3、4、5ですね、はい、3、4、5、はい、これは曜日は金土日ですね、金土日です、金土日ですね、はい、で七夕のいろいろ飾りもね、楽しめる世界ですよ、ね、はい、お化け屋敷とかもあるんですよ、ね、はい、なんか七夕祭りっていうとお化け屋敷のイメージ。あー、こんにゃくですよね、こんにゃく顔にもつけられるみたいな、はい、何それ、違うんですか。いや、分かるけど、あ、お化け屋敷のイメージ、はい、 あとなんか下がこんにゃくだらけになってビューラーってなりませんでした。靴履いてないの。
なんか裸足で入るお化け屋敷。そうなんだ。そうなんだ。というのが、はい、あったりしますので。ぜひ七夕祭りもね、はい、松本さんいらっしゃいますんでね、はい、来ていただければ。そんな平塚織姫です。常に常時いらっしゃるんですか？結構いろいろ市中訪問してたりとか、うん、あといろんなところに移動してたりするので、うんうん、はい、なかなかこう。会場周辺にはいらっしゃるんですね、じゃあね。そうですね、平塚市、うん、市内はいるんですね。はい、いろいろ動いて活動してると思います、うん、はい、うんうん、ね、ぜひここでもプロレスをね、アピールして。そうなんですよ、ね、はい、プロレスがね、はい、開講祭のようにはい、できるといいですよね、はい、ここでもね、うん、そうだ、その興行にもですね、実は平塚市からゆるキャラが来てくれることになりまして。あ、本当ですか、はい、あれ、これ、これもしかして、この彦丸くんと。そうなんです、彦丸くん、七姫ちゃん、七姫ちゃんが、ね、はい、あの、来てくれることになりました。おー、すごい、はい、すごい、はい、なので、皆さんそこでも多分チラシもらえると思う、ね、はい、彦星じゃないけども、はい、ね、男の人はいないんですよね、ここにはね、まだ彦星は現れず、ね、現れず、はい、ね、佐藤さんに突っ込まれそうですけどね、天の川は、渡れるかなそして、はい、復帰前決起集会があるそうですね、はい、そうですね、はい、まあ、いつですかこれは。はい、もう今月ですね、はい、今月の14日、6月の14日はい、はい、にあります。どちらで。水道橋界隈で、ブログで一応募集を呼びかけているんですけども。水道橋界隈ですね。参加者のみに場所通知っていう形で、はい、やってます。参加者のみに場所通知、通知、はい、なるほど。あのメールで、いろいろ情報明記で送っていただけたら、あの場所をお送りします。で、毎回参加者の方にプレゼントを渡しているんですけれども、はい、いつも写真とか、はい、まあ、ポトレートみたいな感じなんですけど、はい、今回はですね、はい、この間平塚市の地域新聞にその織姫 の情報誌載ったので、はい、でこちら本当に平塚市周辺しか配られてないものなので、うん、これをプレゼントで、はい、はい、お渡しする予定です。なるほど、はい、もうこれもちょっと楽しみですね。そうです ね、何すんの。飲みますぶっ壊すぞーって飲むんですよね。すごいね。へー、もう毎回今その活動中、うん、月1回イベントをしていて、へー、え、もう集まってあーっ っていう、みんなもう飲みに来てる感じです。はー、すごいな。毎回飲み放題。はー、あ、飲み放題なんですね、もうお店で、お店で。これ費用とかっていうのもう決まってるんですか。はい、あと時間とか。うん、忘れちゃったじゃあ時間とかここですか、こちらでこれで逃げるという、これで逃げるという、これでいきましょう。はい、ね、この3杯で行きます。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあこれもぜひね、6月14日ですね。はい、14日水戸橋界隈で、はい、ブログにアクセスしていただいてそうそう、あのポスト、ここにね、ここにブログ行けるんで、はい、どっかで。ああ、そうかそうか、このね、はい、QR コードでブログにね、行けるということで、はい、このポスター見つけたらブログ行けないみたいなそういう感じになっちゃうんで、普通にググればいけますけど、まあ、ブログのアドレスもここに出しましょうかね、はい、ありがとうございます、ここに、ね、さすがですね、お願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで、はい、もう一度ですね、6月28日、はい、拾いの逆襲ということで、概要ね、お話ししましょう。新木場ファーストリングですね、はい、新木場ファーストリングで、はい、会場が17時30分、はい、試合開始が18時ということですね、はい、でチケットが、はい、赤いシート最前列がもう6000円売り切れと、はい、ね、S 席がもう売り切れですね、5000円です、はい、売り切れと、で、はい、A 席4000円、はい、これはまだ残ってますね。あります、はい、B 席が3000円ということで、はい、これも残ってます。はい、で当日の券になると、チケットになると500円アップということになります、はい、ぜひ前売りで、はいはい、あ、そうですね、前売りで、はい、これお申し込みは、はい、松本さんに直接できるんですか。そちらもブログにですねブログですか、ブログですか全部ブログに集約してるという、チケット受付メールアドレスが、はい、記載されておりますので、はい、そちらに、はい、はい、いろいろ情報を書いて送ってほしいなと思います。もちろん来ていただき、あ、もちろんです。あ、はい、いいとも、いいとも、いいとも終わっちゃいましたけどね。はい、はい、はい、ということで、はい、はいはい、負けと、負け、今負けと、負けがちょっと入りましたね、はい、負けはね、喋りすぎた。はい、ということで、はい、ぜひ6月28日、ね、はい、の学習、ファーストリングですね、新規もファーストリングぜひおいでください、うん、よろしくお願いします、はい、お願いしますね、河村さんも出ます僕誕生日の前日なんですよ。おっ、そうだ、はい、
まあ、だからなんだなんですけどね。もうここまで来るとね。すごいですか。ハードヒット、ヒロヨの逆襲、バースデイ。おいくつになるんですか？34だね。おお。でもこれからですね、まだね。これからですね。まだまだね。おい。おい。出ました。出ました。川村さんパンチ。よっしゃ。よっしゃ。気合が入ったところで、はい、じゃあ最後にですね、はい、ファンの皆様ね、メッセージということで、はい、じゃあ川村さんからぜひお願いします。はい、そうですね、6月28日、はい、ね、主催者の方からね、試合をさせていただきます。はい、まあ今できる自分の全てを見せて、はいはい、ぶっ飛ばしたいと思います。パスパチ。はい、あとは。うん、任せや、はい、ハードヒットもぜひねお願いします。6月27日です。はい、前日、はい、前日です。よろしくお願いします。はい、ベイサイド横浜ですね。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、そして、はい、お願いします。はい、もう復帰1ヶ月をもう切って、ね、もう長かったんですここまで、はい、でもようやく復帰戦が近づいてきている中で、はい、パイルドライバーの仲間入りさせていただいたりだとか織姫になったりだとか、ちょっと自分の中でもこうグググッといろいろまた再出発に向けて上がってきていると思いますので、はい、もう本当に名前の通りヒロヨの逆襲、本当にために溜め込んだ気持ちをここに乗せ、さらにその先に突っ走っていけるように頑張りますので、皆さんぜひ来てください。お願いします。じゃあ例のコールお願いします。はい、行きます。じゃあ最後行きますよ。はい、プロレスラー